一口駅名解説へようこそ。今回は、中央本線の三鷹駅の名前の由来について、解説していくよ。三鷹の由来は、江戸時代の徳川将軍家と、尾張、紀州、水戸の徳川御三家が絡んでくるよ。江戸時代の初期は、鷹狩りという、飼いならした鷹を飛ばして狩りをする遊びが戦国武将の間ですでに広まっていて、特に初代将軍徳川家康とか、三代将軍徳川家光とかがすごい鷹狩りマニアだったよ。江戸といえば徳川幕府のお膝元で、大都市的なイメージがあるけど、開発する前は低湿地帯ばかりのぬかるみみたいな土地だったんだ。そういう土地は、鷹狩りをするには不向きだったよ。でも今の三鷹のあたりは、そんなにぬかるんでいないど田舎だったから、江戸に近い鷹狩りに適した土地として、徳川将軍や御三家に人気だったんだね。そこでこのあたりは、尾張徳川家の鷹狩り会場、鷹場、になったよ。その鷹場が、野方領、世田谷領、府中領の3つの地域にまたがって設けられていたので、3つの鷹場ということで、三鷹という名前がついたよ。一口駅名解説、今回はこれで終点だよ。次の駅もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。